日本滋賀県彦根市高宮町高宮町の町並み高宮町は滋賀県彦根市の町邸。本校ではかつて同区一気に存在した犬上郡、高宮村、高宮町についても記す。彦根市の中南部に所在し、南西を犬上川が流れる。北で大堀町、東の波町、小泉町、竹ヶ花町、西で大町、南で広野町、犬方町。 高島町に接する。中心部に、大見鉄道本線、多賀線の高宮駅、多賀線のスクリーン駅が所在する。また、南東から北西に、国道8号と旧中線道が、北東から南西に、滋賀県道224号、多賀高宮線528号彦根環状線が通過するほか、国道8号と高宮駅を、滋賀県道223号、 高宮停車場線が結ぶ。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上記のほか、西日本旅客鉄道の東海道本線が北西端を通過するが、駅は所在しない。ただし、 そこから、彦根方面に500メートルほどの場所に、南彦根駅が所在し、北西部からは、大見鉄道沿線よりこちらが近い。ありがとうございます。